はいどうも皆さんこんにちは、自転車会してです。記憶少女ジェンダル実況、今回もやっていきます。まあね、もう前回見てて分かっもうね、あのね、前回の雰囲気からするともうそろそろ終わりそうだね。本当に次実況するゲーム見つからない、どうしよう。ちゃんとそれも考えておかなきゃダメだな。で、まあまあまあ、あのあれだな、次はもう D を具現化するぞっていう話ですな。もうなんかあれだな、ライトの色が変わったな。ライトというか、あの薪を包む、え、またこれ薪大丈夫、吐いちゃった、ごめんなさいお姉ちゃん、薪は謝らなくていいのな、ことして謝らな、クイテイクイ、あー、さすがに読めねえわ今のは。ごめんなさい、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 お母さん。あ、これ今、違うな、お姉ちゃんだよな、マキ。動ける。マキは謝らなくていいの。なん、これさっき読めなかったですか？あれ？終わりか？無理だな。え、わかんねえ。また色戻っちゃって、紫に。え、意味わかんないんだけど。これもしかして順番があるかな。俺なんか順番がある気がしてきた。し、いやちょっと待てよ。 B して、で、水色に変わったでしょ、これ。あれ？あれ？ちょっと待って、 B もなんか変わってる。どういうこと、どういうこと、わかんない、わかんない、やだ。もう、じゃあ C だよ、もう C がなんかちゃんとした記憶なんだよ、結局。違った。じゃあ A じゃない、 A が正しいんでしょ、これ。はい、あ、合ってるっぽい。マキ大丈夫？吐いちゃった、ごめんなさいお姉ちゃん。今のところあれだな、 C と A を使ってるよね。だからもう残るは B と D だ。マキ謝らなくていいの。あ、何にも悪いことしてないか。ここだけ読めなかったんだよな、さっき。ごめんなさい、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 お母さん。マキ、うん、じゃあ次は B か D でしょ。俺じゃあ D にしよう。これ一発でやってたら嬉しいな。あ、でも外れる方を、合ってるわ。逆に外れる方を一回見て、このあの変な文字から言葉を予測するっていうのも結構楽しかったんだけど、合ってたね。え、お母さん、私たち新しいお父さんなんていらない。あ、これあれだな、日記にあったシーンだな。だからもうやめて。お前はまた親に歯向かうのか。あ、しばかれた。お姉ちゃん、マキ、優しいお母さんはもういないみたい。お姉ちゃん大丈夫？マキは優しいんだね。マキ、お姉ちゃんはね、マキだけには、マキだけは幸せになってほしいと思うの。だけ？お姉ちゃんもでしょ？いや、幸せになるのはマキだけでいいの。もしあの本のような妖精さん、いや、神様がこの世にいるとしたら、ほうほう、マキの幸せに祈ると。たとえ自分を犠牲にしたとしても、私も？私もお姉ちゃんと同じ。なんて素晴らしい兄弟愛、姉妹愛っていうのかな。ふふ、愛してるわ、マキ。いや、いいね、すっごいいい兄弟。ふんふんふん。あ、マキには話しかけられないか。じゃあ、ラスト記憶はもうあれでしょ、B でしょ。
なんかいろいろぐちゃぐちゃしてきたな、この部屋。そろそろ片付けようぜ。しゃ、これラストだ、ラスト。ちょっと待って、お姉ちゃんどうなってんの？いやー、やめてよ、もう俺。え？母ちゃん倒れてんじゃん。俺、母ちゃんに全く気づかなかった。お姉ちゃん、マキ、こっちに来て。マキ、あなたはもう自由の身となった。もう誰にも縛られることはない。でも自由とはいえど、このままではこの先どれだけ頑張っても完全なる幸せをマキを手に入れることはできない。なぜなら不幸な、それであえて奪ってくれたの？今までに経験した辛い出来事の記憶、それがあなたの未来を暗くすることになる。まあ、トラウマ的な感じで、っていう意味だろうね、多分。私はマキにそんな思いをさせたくない。その記憶のせいで苦しませたくない。それで記憶少女となって、まあ、記憶を消してくれたんだな。まあ、奪ってくれたのかな。どうやって記憶少女になったんだろう。マキには幸せに生きてほしい。だからお姉ちゃん、一生懸命神様に祈ったんだ。記憶を奪う力をください。私の顔を見て。私は力を使っていく代償に自分をあやかしにしたの。私はもうじきに自我を失う。マキ、今からあなたの辛い記憶を全て私が引き受ける。はあ、めっちゃくちゃ何ね、いいお姉ちゃんじゃん。俺、お姉ちゃん欲しくなってきた。私のことこれまでに受けた辛い出来事の記憶を全て忘れて、新しいマキでどうか幸せに生きて。さようなら。動けるな。俺、なんかここすごい大事ポイントだと思う。ここで俺、素直に帰ったらダメな気がする。なんかやるんじゃない？ここで。このさ、なんかいっぱいほら、大切な、何がこれ。俺、絶対このまま帰っちゃダメな気する。これお姉ちゃんに見せる。はい。いや、待てよ待てよ待てよ。これ今記憶あれでしょ？記憶、俺今 B にいるよね、確か。B 見よう、B。まだあれだな、お姉ちゃんじゃなくてお母さん死んでないな。わかんねえ。わかんないけど何もできないかな。なんだよ。無駄に考え、裏を読んじゃったな。普通に出てよかったんだ。第6章、追憶終了。俺、これ、第6章までって聞いたよ、このゲーム。最後のチャプターセーブ。先輩、よかった、最後にはちゃんとした格好で出てきてくれて。俺、前回ちょっと軽く引いてたもん、先輩なの、コスプレに。変な、なんか、似合ってなかったしね。最後くらい、オイラがセーブを担当させていただくけど。いや、もちろん、こちらこそお願いしますけど。ここあれじゃない？奥森神社じゃない？ 何の躊躇もなくもう進むっていうね。何これ？ハルジオンじゃない？これ、ハルジオンだ、ハルジオン。あ。最終章、報い。報いを受けるべきは俺ら二人じゃないよ。誰か他に報いを受けるべき奴がいるはずだ。何？それ武器？おお、なんだなんだ、わけわかんねえ。急に何このバトル的展開。バトル的展開っていうか、もろバトルだな。HP320。すげえ。すげえのかどうかわかんないけど。回復操作優先度。あ、なんかヒントだな。電信って何？あ、思いを伝えた。
初めてん、うん、伝えたよ。はい。しかし記憶少女にその思いは届かなかった。記憶少女の攻撃、南北ラウンダー77か。結構食らうな。まだいけるぞ、まだいける。お、お姉ちゃんもうやめようよ。人の記憶を奪って自分を苦しめてるだけだよ。そうだよ、人も苦しんでるし自分も苦しんでる。自分も幸せじゃないでしょ。お、青い炎消えた。あ、消えた。無理だ。何が、何が無理？普通の女の子に戻るのが。何？さっきの心が一瞬だけ戻り、なんて読むか分かんないけど、なんかが現れた。戻ったのにこんなになっちゃったの？彼女から奪ってきた記憶が放出する。あ、今放出してんのこれ。とりあえずじゃあお伝えるよ。あれ？終わった？もう力が尽きたか。思ったより早かったな。歩夢の力？おう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 。だけど残りの力ではきっとこの攻撃はそらせないだろう。だから俺は、俺の生きる力も使ってマキを守り抜く。アキラ、一緒にマキを守ってくれ。いや、いいよいいよいいよ、俺が回復してたら大丈夫だから。好きな人のために命を使うことができるんだから幸せだ。うん、もう大切なものを失うのは嫌だ。もう失わせない。お姉ちゃんだけは、うん、この奪った記憶を放出し尽くしたってことは、はいはいはい、無数の光が放たれる。残ったのはお姉ちゃんだけってことでしょ。誰？マキの資格は、あ、奪われたんだ、光によって。しかしマキの目には一つの物体が映っている。何これ、何だろう、分かんない。うん、人の形をしてないな。サキの姿、寒い。ほう、17、弱くなったな。まっ、じゃあ伝えるか。寂しい。19、いや、いけるまでいける。
伝わらない。泣きたい。とりあえず伝え続けるか。泣けない。お姉ちゃんだからか。苦しい。辛い。いや、俺が辛くなってくるわ、こんなの見てたら。おお、マキは記憶少女のいる方へと歩き出した。死にたい。死ねない。待って、伝達する隙を与えられてないんだけど。俺、マキは記憶少女を抱きしめた。お姉ちゃん、もう大丈夫だよ。もうこれで寒くないよ。これで寂しくないよ。もう苦しくても辛い思いをしなくていいよ。私こうしてお姉ちゃんのそばにいるから。マキは生きる力を代償に記憶少女と心をつなげた。ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て。結局誰だ、生き残りは。記憶少女の霊力がマキの体に伝わる。はあ、全回復したの誰。お姉ちゃん、私はマキだよ。あなたの妹のマキだよ。もう記憶少女は自分の思考を取り戻した。記憶少女は自分に読めない。マキはダメージ受けてる。あ、暖かい。あ、暖かい。お、人の、あ、今度は何？記憶少女がどんどんあれか、思い出していくのか。いや、いいぞ、どんどん伝えよう、どんどん伝えよう。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。自分の感情を取り戻した。もうダメージなんか気にしてる場合じゃないな。さっき思い出した。そうだよ、それがお姉ちゃんの名前、白花咲。咲帰ろう、お姉ちゃん。先に自分の名前を思い出した。次に思い出すのはなんだ。マキの名前か。マキだ。家族。もうそれだけ思い出せれば十分じゃん。家族を思い出した。まだ何、まだなんか思い出さなきゃダメなことある。自分の姿ね。はい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 。どういうこと？自分の本当の姿はそこにはなかった。そこにあったものは、記憶少女として奪ってきた者たちの体だった。さっきは泣きそうになった。泣きたい時は泣いてもいいんだよ。お姉ちゃんは人間なの。こんな姿をしてるのに、もう会話してる、普通に会話してるじゃん。どんな姿になってもお姉ちゃんは私のたった一人のお姉ちゃん、人間だよ。もう涙は出せないが心の中で泣いた。お、あ、さっきはマキに頭を撫でられた。昔は撫でてもらってたのに。さっきも優しく撫でた。お姉ちゃん、お姉ちゃん、お姉ちゃん。どうなるんだろう。おかえり。お姉ちゃん、おかえり。これで終わんないよね。俺ちょっと他の人たちも結構気になるから。あの歩とか。一番気になるのは、アミちゃんだけど。